食べよが。両足を天井に向けて、足を壁に立てかけます。お尻の下にボルスターやクッションを置いても構いません。両足先を天井の方にぎゅーっと足の裏を握って、今度パーッと開いて、つま先をピーンと伸ばして、かかとを突き出して、足の流れを感じておきます。滝のように両足から足先を通って心臓の方に血液が返ってきて、胸が大きく広がっています。股関節や腰にどんな感覚があるでしょうか。その感覚をとてもおおらかに観察していきます。そこから開脚していきます。足を開ける範囲で開いて、股関節の声に耳を傾けます。そこから今度は左の足を外側に90度にします。右の足の位置を少し変えていってもいいですよ。今この瞬間の体を感じ取ります。
今度は反対です。右足を外側に置いて、左足を90度、あるいは少し外側に開いていっても構いません。今度は両足を揃えて左側に。膝は曲がっていても構いません。自分にとってちょうどいい感覚を見つけ、その感覚を感じ取っていきます。今度は両足を揃えて右側に倒します。左右の違いはあるでしょうか。感覚を意識していきます。
今度は両足を合席にしていきます。足の裏と裏を合わせて開いて、ゆっくりと今度はアイオブザニードルです。右足を立て膝にして、その膝の上に左足をかけて、間から手を通してもいいです。膝つかみやすいところから膝をつかんで、お腹の方に引き寄せていきます。今度は反対です。左足を立て膝にして、右の外くるぶしをその太もものあたりにかけて、左の膝を引き寄せていきます。右の手を足の間から通してもいいです。お腹と太ももをぎゅーっと近づけます。最後は足を離してスターラップ。膝を曲げて、左右の手を外から掴んで、内側に引いて、左右の膝を両脇の方に近づけていきます。股関節の刺激を感じていきましょう。
ゆっくりと手を離し、両膝をハグして、一息吐きます。体の向きを左右どちらか揺すって、向きやすい方を下にして、横を向きになって、手で床を押しながら上体を起こし、シャバーサナ、好きな姿勢でリラックスしていきましょう。全身の力が抜けてリラックスしています。もうしばらくこのマインドフルな感覚を味わっていきましょう。